今週も始まりましたニタルのブラック事件簿でございます。早すぎないですかね、もう年末ということで、ね、今年最後の放送となってしまいました。まあ、いろいろありましたけどね、特に、私がこの間ちょっと本出したんですが、本を出した11月、10月、11月ぐらいからですかね、そうちょうどテーマが炎上の本なんですけど、そう炎上事件がいっぱいありましてね、まあ、幸か不幸かタイムリーな話題だったなというところでございますと。はい、で、前回の放送ではその、ね、出した本の、その炎上対策についてのお話をしておって、ちょっと途中で終わっちゃったんですよね。なので、その続きからというところではあるんですが、ちょっとまあタイムリーな話題がもう一個、前回の放送から今にあたって入ってきましたん で、ちょうどその件について、某新聞社から取材をいただいたということもありましてですね、ちょっと今日はオープニングその話からスタートをしていければなと思っております。っていうのがどういうテーマかというとこれですね、セクハラの定義の損害賠償金についての問題でございます。でなんでこうセクハラの話が出てきたかというとですね、多分まあニュースなんかの報道でもうご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけど、自衛隊の駐屯地でですね、女性の自衛隊員の方が、まあ、長年にわたってそのまあ男性のまあ上司なり先輩なりから、セクハラを受け続けていたということで被害を訴えていた方がいらっしゃいましたね。五ノ井さんという方が、訴えていらっしゃいまして、でもう過去例を見ない実名で顔出しでですね被害を訴えていたというものがありました。でそれがちょうど12月15日にですね防衛省の方から結論が出まして、調査の結果加害者の、先輩上司含め5人をまあ懲戒免職、まあ、要するに紹介解雇と同じ感じですよね、クビになりまして、で当時の上司だった中隊長を、対応が不十分ということで停職6ヶ月の懲戒処分として、まあ、4名の隊員も処分したと発表になったわけでございますと。はい、で、それについてまあまあ、ね、罪が認められてよかったなというところではあるんですけども、一方で、ちょっとニュースでなってなかったところもあったんですが、一部で報道されてたのがですね、その処分の前に示談金として1人当たり30万円を支払うという話が出ていたようでございますと。その時に個人の責任を取るかどうかわからないという話になっていたということがあって、それでちょっと不信感を募らせていたという話になったようでございますと。ということで今回はセクハラにまつわるその訴訟とかが起こった場合のですね損害賠償金の相場についてお話をしていこうかなというところでございます。詳しくは週明けにお話をしていきます。週明けましたということで、そうセクハラの損害賠償金、いわゆる慰謝料についてお話をしていきたいと思うんですけど、よく海外のドラマとか海外の映画とか見てるとですね、セクハラのこう損害賠償金がなんかも何億円とか何十億円、場合には何百億円とかなったりして、もうすごい金額になるわけですけども、まあ、ちょっとこれはまあ、懲罰的賠償金という制度がある海外ならではというところではありますけども、まあ、ちょっとこれはまあ、懲罰的賠償金という制度がある海外ならではというところではありますね。で、今回のニュースですと、1人当たり30万円。で、まあ、これ5人いるので、まあ、計これ150万ぐらいなのかなという感じです。この金額がじゃあ高いのか安いのかというところなんですけどね、その辺の相場感について見ていきましょうと。で、まず、まあ、セクハラについての、まあ、そもそも定義、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけど、一応まあ、ね、堅苦しい表現ですけど、その職場において行われる労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により、労働条件について不利益を受けたり性的な言動により就業環境が害されること、なんのこっちゃというところですよね。なので、まあ、分かりやすく言うと、その性的な言動行動をその職場でやっちゃうことによって、当然そのやられた側の人が嫌な気持ちになりますよねと、ダメよということと、でその直接自分がやられた被害者でないにしても、そういうのをまあ周りでやってるのを見聞きしたことで嫌な気持ちになってしまう、それもダメよということで、職場でそういうことをやって環境を悪くするのはやっちゃダメよという決まりがあるということでございますと。でこれ法律で決まってますね。で、まあ、同じようなハラスメントという言葉で言うと、まあ、セクハラという言葉はもともと前の段階でできてきて、その後にパワハラという言葉もできてきましたと。でパワハラの場合ですと、そのパワハラの、ね、行動言動なりがどんだけじゃあその強い、ね、程度のものなのかと、普段の一般的な指導の域を超えてどれだけきついもののかとか、それをまあ本人が嫌だと言ってる、やめてと言ってるのに繰り返しやるかどうかみたいなところの、その強さと継続性っていうのが結構問題になるんですね、パワハラの場合は。なんで、まあね、コラとか、ね、死ねとかクソとかみたいな、そういう、ね、本来ダメなことをまあまあ一回だけだったらまあたまたまなのかなというところもあるようでございまして、それをまあ本人がやめてと言ってるのに何回もやっちゃうとパワハラになっちゃうよと、
一方でセクハラの場合はそういう継続性とか強さ関係なくですね、もう1回即アウトって感じなんですよね。1回だったとしてもそれが、やられた相手側の意に反するものであって、精神的苦痛を伴うものであれば、もうそれは就業環境に支障が生じたものだというふうに判断をされて、もう即セクハラというものになってしまうということで、ちょっとまあ厳しめの判断が下ることが多いというところでございますと。でそういうものなんですが、じゃあそれに対するこう、じゃあ示談金とか慰謝料とか損害賠償金ってどんなもんかというところについてはですね、結構ケースバイケースなところがありまして、本当にね、いろんな金額も幅が結構ありますと。はい、で何でしょうね、その悪質な行動だからそれに合わせて金額も高くなるかというと、そうでもないというところもありまして、なんでかっていうと、そもそもじゃあやっぱりね、これって証拠があるないって結構大きいんですよね。やっぱりそのっていきなりやられたりするもんですから、普段からそういう録音録画やってるわけじゃないし、ね、でそれでなんかメールとか、ね、LINE とかでその記録が残ってないケースもあるというところもあるんで、やっぱりね、言った言わない、やったやらないみたいな感じになってしまうところが多いわけですと。なんでまあ証拠がないとなかなかね、裁判とかで持っていきようがないというところもありますし、あとはその行為に至ったところでのこう経緯とか背景事情とか、やっぱりこれによって全然違ってくるわけですよね。でそういった全てのものが考慮された結果として金額が決まっていくというものがありますの で、 ひどいように、傍から見たらひどいように見えても、意外と賠償金が安いケースもあれば、そんなことでみたいなケースでも結構高い賠償金になるケースも当然ある、逆もあるというところでございますと。でよくまあネット記事なんかで弁護士さんとかが、ね、書いたような、セクハラの賠償金って相場何万円か何万円ですよなんて記事もあるんですけども、そうあくまでこれも目安で、過去裁判でそういったことになったケースはあるけどと、ただ全く同じような状況だからといって同じ金額になるかってわけでもないということなんですよね。はい、でその上で、まあ、そこまで、ね、エクスキューズした上でですけども、その上で一般的なセクハラ事件における慰謝料の相場というのは大体ですけどね、50万円ぐらいから200万円ぐらいの間というふうに言われておりますと。はい、結構幅がそもそもありますよね。で、まあ、50万円というのはあれですよね、その裁判に訴えたことによって、その裁判所の法廷で出た金額なので、多分これが示談とかその裁判に訴えかける前の段階であればもっと安くなっちゃうこともあるわけですね。なんでかというと、その裁判費用とか弁護士費用かかってないわけですからね。はい、だからそのやっぱりこの示談金ではない、その裁判における賠償金というのは多分弁護士費用も含めた金額になっちゃうので、弁護士費用払っちゃうと、もうトントンプラマイゼロぐらいで終わっちゃうこともあり得るわけでございますと。でその上でですよ、じゃあ過去どれぐらいのこう数字で収まっているかという、まあ、あくまで一般的なケースですけども、まあ、数万円から数十万円ということで落ち着くケースもあります。これは何でしょうね、単なるこう口先だけの、ね、やらしい冗談とか、女性だけにこう性的な役割を強要するような、じゃあお茶組を女だからやれみたいなところやっちゃったりとかですね。はい、あとはその得意先とかでプライベートなこう噂の中で性的な話が入ってしまって、本人はプライバシーの問題なんで言われるの嫌だったみたいなところとかっていう、まあそのね、まあ嫌なことだけども精神的な被害としては、まあ強くはないようなケースっていうんですかね、それがまあ数万から数十万円くらいで収まっているケースだと言われておりますと。さらにちょっとこれはレベルが上がりまして、数十万円から100万円前後ぐらいまでなってきますと、もう数年間にわたって社内でこう卑猥な発言を繰り返されたりとか、なんかこう密室の中で顔を近づけられたみたいな、相手が嫌な人だったらこれ嫌ですよねと。であと長期間にわたって体を触られ続けたりとか、あとは力関係、要するにまあ上司とか、あとは取引先のケースもありますからね、で性的な関係に至ってしまった、これはもう本人の意にそぐわないパターンですよね。こうなってくるとやはり精神的な被害負担も大きくなってきますので、桁がちょっと上がってくるのかなというところでございますと。で、さらにですね、これはまあもちろん本人も被害を被って相当精神的な被害が大きいんですけども、さらにこう、ね、数百万とかなってくるケースも、まあまあたまにありますと。それは例えば、ね、その被害プラスなんか、ね、負担的な被害が加わった場合という感じですかね。例えばじゃあ交際を拒否したことによって、まあ、相手方も上司とか力関係ある人であれば、その拒否した側の人がですね、減給、給料下がっちゃったりとか、降格、ね、ランクが下がっちゃう、ね、なんとか長とかなんとかリーダーからヒラに戻っちゃうとかね、そういうな不利益な処分を受けてしまったケースとか、ね、あとハラスメント被害が元で精神的に病んじゃってしまって、うつ病とか精神疾患とかを発症してしまったケース、これはもう被害が大きいですよね。はい、であとは性的な関係を強要されたところに対して拒否をしたところをクビになっちゃったとか、これはもう被害、ね、負担が大きいですわね。はい、
というようなことだったりとか、あとはその加害者側の社会的地位が高くてなかなか拒否ができない難しい場合とか、あとは、その本当に、ね、被害が起きているのにかかわらずそんなことは起こっていないんだみたいな、被害者が嘘を言ってるんだみたいなことをなんか大きな声で言っちゃった場合ですね、そうすると被害者の方の名誉が毀損されるということもありますので、その、まあ、名誉毀損の分も含めたぐらいの金額が発生するということで、まあ、数百万になるケースも、あったというところでございます。でこれってあくまでその被害そのものに対する慰謝料的な部分のみの金額でこれぐらいということなんですけど、さらにハラスメントが原因でそのさっき言ったみたいな休職なり退職なりなんてことが発生した場合は、その慰謝料に加えてですね、さらに休業損害とか逸失利益という形で、もしそのハラスメントがなくですね、何のトラブルもなく会社に勤め続けることができていた場合、これぐらいの金額が稼げていたであろうというものを含めて計算されることになりますと。その将来の収入まで勘案されて、計算されますので、実際には過去の裁判の 判例としましては、人際関係に至ったケースで慰謝料そのものは30万円だったんだけども、それで、まあ、退職とかなってきてしまったことによって失った本来得られるべきだった給料の分ということで900万円のお金も合わせて払いなさいなんていうことになったケースも、ありましたよということですね。なので、まあ、そういったことまで勘案されますよということをご理解いただければというところでございますと。はい。でこれはまあです、ね、被害者の方にとってまあ、ね、なんとかまあ 大きくないかもしれない金額ですけども、まあ、報われればいいですよねというところでございますが、一方で、まあ、そのケースとしては多くはないですけども、ね、本来加害者側が加害行為をそんなしていないのに、なんかこうね、陥れられたりとか逆恨みみたいなケースでこの人加害者ですなんてことを言われてしまうケースがまあまあありますと。はい。例えば、ね、上司から怒られちゃった、怒られたことは悔しい、逆恨みだということで上司をセクハラ加害者にしてしまおうなんてことで仕上げが行われたりすることもありますと。でやっぱこういうのは証拠がない以上被害者の証言しか頼りようがないんですけども、被害者がやられましたと言い張ってしまった場合は、ね、そのやっぱり女性の声は信用せざるを得なくなってしまって結局告発が信じられてしまって、ね、冤罪になってしまうケースもあるようでございますと。はい。この時じゃあどう対処すればいいのかって話なんですけども、まあ、もうこの時間になりましたので一旦じゃあ CM 挟みまして、 CM 明けに説明を続けていきます。CM 明けましたということで、そうもしね、何も、ね、無実なのにセクハラ加害者ですみたいなこう冤罪をかけられてしまった場合どうしたらいいのかということなんですけども、まあ、結論としましては、そう、やってないんだったらやってないと言い張るしかないわけですよね。ただやっぱりやってないのにやったことになっちゃうケースでも一方でありましてね、なるほどかというと、まあ、職場の場合どうしてもですね、そのあんまりこう裁きを大きくさせたくないということで、やっぱりその被害者の言い分が信じられるケースが多いということと、一方で加害者に対してもですね、例えばもうねやったんだろうと認めなかったら懲戒解雇になっちゃうよとか、ね、会社側で示談交渉を取り持ってあげるからとかで認めといたら今回処分しないからみたいな感じで言いくるめられちゃうケースもあるようでございますと。はい。でそうやってこう圧力をかけられてしまったりとか、うん、誘導されてしまうケースもあるようですので、まあ、とはいってもね、そこでちょっと今これ認めちゃったらなんとか気が楽になるかなみたいな感じで言っちゃうと、そう自分が犯罪者になるかもしれないとリスクがありますんでね、そう断固として冤罪である以上は認めないということが大事でございましょうということになりますと。はい。あとやっちゃいけない行為としては、そう被害者ね、誤解を解いてもらおうということで直接ちょっと交渉しよう連絡しようとやっちゃうとですね、またこれ話こじれちゃうんですよね。加害者がなんか揉み消そうとしてきたみたいなことを言われちゃいますのでね、なのでもう本人と直接やり取りするのはもう難しいもんだと思っていただいて、弁護士なんかに依頼をしていただいて対処すると、ね、徹底抗戦するしかないということになってくるのではないかというところでございますと。はい。であとはですね、セクハラに関して加害者の責任を問いたい、これ被害者側からですね、加害者に責任を問いたい場合、やっぱり証拠がないといけないという話を先ほどさせていただきましたけども、どういう証拠が必要なのかというところでございます。はい。まあ、その証拠は本当に大事ですよね。やっぱりセクハラの被害を受けましたと訴え出る場合もそうですし、いや、そんなやってないぞというふうに無実を訴える場合も両方必要でございますと。はい。で証拠がないことによって、ね、訴え出ることができなくなってしまったりとか、あとはその、ね、賠償金の金額が低くなってしまうということもありますので、ね、要注意でございますと。でじゃあどういうのが証拠になるかといいますと、やっぱりまあ一番分かりやすいのはその、ね、ハラスメント行為が行われている瞬間を撮影したような録画なり録音なり写真なりというのが一番分かりやすいポイントでしょうね。
で、まあ、なかなか都合よくそういうものって、ね、あの用意できてるわけじゃないと思いますので、それ以外だと相手から送られてきたような、まあ、メールなり手紙なり、あと LINE の通信記録なんかりっていうところになってくるでしょうね。そこで、まあ何でしょうね、相手が本人が嫌だと言ってるのに必要に誘ってくるようなことが分かる様子があればいいかもしれないなというところでございますと。あとは、まあ、本人の記録ですよね。その何月何日何時何分頃にどういう背景状況のもとでどういうことを誰がどういうことをやってきたよみたいなことを細かく記録されたようなメモ書きであったり日記とかっていうのがあると非常に信憑性が高くなってくるというのもありますし、あとは、まあ、その本人のみならず本人だけの視聴者がない場合はなかなか信用されないケースもありますけどね、周り見ていた方、同僚なり目撃者の証言なんかがあったりするといいでしょうというところ、あとは精神的な、ね、被害を受けてしまった場合、肉体的なものも全部含めてですけども、医師の診断書というのは大きな証拠になるでしょうね。あとはまあ自分でコントロールできない部分ではありますけども、それが職場内とかであれば監視カメラ、防犯カメラがありますので、その画像を見て判断するということもできるかもしれませんと。こういった証拠非常に大事になりますので、なんとか早めに確保した方がいいですねというところでしょうね、はい。でそういったことが起きた場合、まあ、もちろん、ね、加害者本人に対して責任を問うということになるんですけども、一方でその加害者本人のさらに上司であったりとか加害者を雇っている会社、まあ、場合によっては同じ会社かもしれないですけどね、そういった上司なり会社なりの責任を取るのかという質問もありまして、はい、で結論から言うとこれは問えますねと、はい。でもちろんそのセクハラ行為自体が不法行為に当たるので、その行為によって受けた、ね、苦痛に対して慰謝料損害賠償金を請求することはまあできますねと。それはまあ当然加害者個人に対してもできる上に、加害者を雇っている会社なり加害者の上司なりに請求することも当然できますということになります。どういう根拠でというと、これですね、じゃあ民法の中にですね、職場環境配慮義務というものが会社側にありまして、会社というものを人を雇って仕事させている以上は社員のこう、ね、健康とか仕事をしていく上で、差し支えない、環境を整えないといけないよと決まりがあるわけでございますと。ということは職場環境を、ね、セクハラとかパワハラとか起こっている組織というのはその職場環境が良くないということになるわけですよね。でそういうのが起こっていて本人が辞めてくれと言っているのに、その会社なり上司なりがその対処しなかったということは、これは職場環境配慮の義務を果たしていないということになりますので、これ民法上の安全配慮義務違反とか環境配慮義務違反ということになりますということなので、民法でいうところの使用者責任、会社側の責任を問うことができるということになりますからね、合わせてこれを、まあ、こういう知識を持っておいていただいて、いざという時には使っていただければいいんではないでしょうかというお話でございました。なくなっちゃいましたね。そうで、今日のもう一個の話題は、そう前回の続きなんですよね。覚えていらっしゃいますでしょうかね、このね、ネット炎上が発生した時の対処法と予防法についてお話をしておりました。で、前回はこの 1,2,3 という、ね、項目大事だよって話をした中で、2番の途中ぐらいまで行ったのかな、はい、というところでございました。ちょっと思い出していただきながら話を戻して進めてまいりましょう。で、ポイントはその迅速対応の中でその大事な方針としてお伝えしているのがこれでしたよね。そう、いくら自分たちに都合が悪い情報であったとしても、ね、情報は全部フルオープンにしましょうねと、ね、当然自分たちにとって不利益になること、自分たちがなんか法律を守ってなかったとかズルをしちゃったとか、ね、間違ったことをしちゃったということを認めるのはなかなか辛いとは思うんですけども、まあ後から、ね、それが分かって叩かれるよりかは先に言っといて許してもらった方がいいだろうということで、そうぜひ、ね、フルにオープンにいただくことを強くお勧めしたいと考えておりますと、はい。であと、ね、大事なのが組織の問題として扱いましょうねと。当然まあね、いろんな理由があるかもしれないと、 誰かのせいでということでね、外部に責任転嫁したい気持ちもありますけども、やはり、ね、自分たち の従業員がそういうことをやっちゃったということは、従業員も悪いかもしれないけども、そういうことをやらしちゃった、そういうことを許してしまった組織の風土の問題もあるかなとかっていうことでね、やはり言う必要があるのかなというところでございますと。で、そう組織ぐるみでやっておく必要がありますので、はい、責任を逃れとしない限り大丈夫でございますと。で、あとね、その謝罪はぜひしていただく必要があるんですけども、その時にね、言っちゃいけない謝罪の方法っていうのがあるんですよね。これ結構いろんなところが間違って対応してしまって、さらに炎上加速するってことが起こりがちでございますので要注意でございます。じゃあどんな謝罪をしてはいけないのかというところなんですが、大きく3つありまして、1つがこれですね。そう、我々のやったこと、我々の言ったことで、もし不快な気持ちを抱かせてしまったらみたいなことを言っちゃうところがあります。これはもう
非常に悪手ですよね。なんでかというと、まあ、炎上しているということはすでに不快な気持ちを抱かせてしまっているわけですよね。それに対して抱かせてしまったなみたいなことを言っちゃうということは、自分たちは何かやりましたかみたいな感じでですね、全くその悪いと思っていないんじゃないかというふうに捉えてしまいますので、逆効果でございます。他人事のように聞こえてしまうわけですね、はい。あとこれもよくありますね、遺憾ですという言い方、なんかこうね、あの文語帳で、大申し響きがありますので、よく使っている方いらっしゃるかもしれないんですが、遺憾というのはですね、そもそもあれですよ、謝罪の時に使う言葉じゃないんですよね。これはその自分たちの期待通りにならないから不満であるという意味になりますのでね。そうなんで、あのもちろんミサイル撃たれちゃったとかということであればまだいいんですけど、自分たちがやらかしだったことに対して遺憾というのはおかしい話なんですよね、はい。ということは分かってねえじゃねえかというふうに、あとその遺憾という言葉の意味を分かっていない、教養がないんだみたいなことになっちゃいますので、ね、逆効果、これも逆効果でございます。よろしくないということで、使わないようにお気をつけいただきたい。さらにこれもよくありますね、その誤解を招いてしまいましたっていう、これもね、謝罪のつもりで言ってるのかもしれないですけど、これも、まあ、まさに火に油注ぐような言い方になっちゃいますよね。そう、批判してる側っていうのは お前たちおかしいぞと怒ってるわけですから、別に誤解してるわけじゃないんですよ。でもその誤解してるよねって言うってことは、自分たち間違ってないんです、あんた方が間違ってるんですよねっていうのは同じですからね。そう、やっぱりそれ気分良くないわけですよね。特にやはりね、批判してる側がその皆さん方のもともと熱心なファンとかの方であればあるほど、そう、あの愛用してたのにとか信用してたのに、そう、自分たちで間違ってると言ってくるの、この人たちはってなっちゃいますんでね。そう、かえって反発が大きくなりますので、よろしくないなというところでございますので、お気をつけいただきたいと願っております。で、そう、その上で大きな3番ですね、事実関係の説明をしていただく必要がありますねと。そうで、やっぱりね、何が起こったかわからない人も聞いている中にいると思いますので、そもそも何が起こってんのと、どういう背景状況でそうなったのと、で組織としてはそれを踏まえてどう対処していくのなんてことを全部分かっておく必要があります。で、当然その対処する側も分かっておく必要がありますし、それを対外的に説明する必要もありますのでね、把握をしておきましょうということになるわけでございます。はい、でちょっと残りが時間少ないんですが、ね、ディールどこまでやりましょうかね。なんでこの後につきましてはまた説明があるんですが、一旦CM挟みまして、 CM 後に説明します。はい、もう終盤なんですけど、本来ここからが、ね、今日のメインテーマなんですよね、はい。では炎上時の対応を振ろうとしまして、まずはそう、何が起こっているかということをちゃんと把握しましょうね、調査しましょうね。その調査した情報をもとに今の事実関係を確定をした上で、書面か何かにまとめて発表できるようにしましょうというところになるわけでございます、はい。で、じゃあどういう、何が問題の原因であって、ね、何が起こって、で現在どういう経緯になっていて、で、じゃあそれに対して原因がどう解決されたかとかね、今後の方針についてどうしようとしているというところまでまとめたものを発表する必要がありますねと、はい。でやっぱりね、これまとめとかないとね、やっぱ炎上発生しちゃうと、いろんなところからいろんな問い合わせとかいろんな取材が来たりするわけですよ。そういう時に担当者の方が情報把握できてないとね、対応なり返答なりがバラバラになっちゃいますんで、ね、情報錯綜しちゃうということもあります。窓口も一本化した上で決まったことをちゃんとお伝えするということが必要になってきますんでね、情報統一一層一層しておきましょうということになるわけでございます。で、何をお伝えするかって、まあ、この辺ですよね、問題の発生から現在までの経緯で、事実関係 5W1H で発生した原因と、今どんな損害が生じているのかっていうこと、その影響の範囲で、今どういう対策を取っている、どう復旧すると、で責任はどこにあるのか、ね、組織としてこういうふうに対応しようとしてます、で、今後問い合わせに関してはこの窓口宛てにどうぞっていう情報、この辺りを伝えておくと、まあ、混乱は少なくなるかなというところでございますと、はい。で、あとは事実と推論を分ける必要がありますよね。事実としてこれが起こりました。で、あとはその今後こういうことが起こりうるかもしれないみたいな部分、見通しについてはまた分けていただいて、事実と推論を分けて説明をしていただいて、見通しを説明するという流れになりますと。で、先ほどお伝えした通り、情報はフルオープン、都合悪いことでも全部ばらしましょうねということで、やっぱこれをね、言っとかないと後から明らかになったことがいっぱい出てきて、隠蔽しただろうとか言われますので、要注意でございますと。で、あとまあ発表タイミングはまあ随時というところなんですけども、新しい事実が明らかになる次第発表していくというぐらいでちょうどいいんじゃないでしょうかという形ですね。で、さらにはそう、今後に向けた宣言ということで、はい。で、まあ、今までこういうことが起こっていたので、こういうふうな対応をしています、で原因究明と責任の所在の話もした上 で、こういう対策を取ったので今のところも落ち着きましたよと、収束しましたよ、あたりまで言っておくといいのかもしれないですね。ここ
ここまで言うところはあまりないと思いますので、ここまでやってれば責任がある組織として認められることになるでしょうという話でございました。じゃあ続きはまた次回お話をしていきましょう。